はい、おはようございます。練習行ってきます。相変わらずね、駐車場がなくて、毎日コインパーキングに停めるっていう愚行をしてます。駐車場難民です。地獄。行きましょう。さあ、クラブハウス到着です。シャイシャイ。はい、お疲れ様でした。練習終わりました。このシネマティックモードどうかな。ちょっといつもと違うでしょ。 iPhone13 で撮ってます。帰りましょう。よいしょ。よし。来たぞ。やったね。本当だ、すごい。これサブやばい。ナイス。ハイキングボケですよ。ボケてますか。寒いしね。なんかいいもの売ってますね。新しいギアですか。アマゾンで買いました。大変だったことはありますか。組み立てに大変でした。完成しました。はい、おはようございます。今日はね、オフです。朝起きて家の近くの月決めの駐車場探し、兼ねて散歩してます。せっかくのオフやねんけど、今日は雨ですね。まあ、ゆっくりやっていきましょう。はい、おはようございます。今から練習行ってきます。今日もね、昨日から全く雨が止まず、昨日からずっと雨が降ってます。今日も1日降るみたいなんで、練習が大変になることが予想されますけども、やっていきましょう。はい、クラブハウス到着です。雨降っております。あ、ブロリ入ってる。でも入ってないのに。3枚。いや、あるやん、それ4枚ここにあるの。あ、もっとあります。ある。もっとあります。はい、お疲れ様です。練習終わりました。雨がね、すごいわ、ほんまに。もうずっと雨降ってて、やばい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 。はい、お疲れ様でした。今からは前の家に行きます。退去、立ち会いがあるんで、前の家に行きます。最後のちょっと片付けもちょっとあるんで、行きます。広いな。めっちゃ広いんや。はい、完全にね、退去が終わりました。なんか寂しいわ。はい、じゃあ、自分の家に帰ります。はい、ただいま。はい、おはようございます。今起きたんですけど、
なんか腰めっちゃ痛くて起きたらぎっくり腰っぽい痛みがあって、ちょっとほんまにやばいなと思ってます。今日はJ リーグの神戸戦なんですけど、まあ、僕メンバー外で、メンバー外は今日練習なくてオフ、夜7時からの試合を見に行くだけっていう感じなんですけど、ちょっと腰痛くてちょっとやばいんで、まあ、ちょっと様子とりあえず見たいと思います。はいはい、今ね T シャツの発送と散歩を兼ねて外に、歩きに来たんですけど、まあ、なんとか朝よりかはだいぶマシになりました。腰、まあ、腰痛ね、これただのエラーやったらいいねんけど、ほんまビビってます。はい、まあ、とりあえずちょっと朝ごはんを買いに、なんか Google マップで見てたら美味しそうなパン屋があるんで、パン屋まで行ってみたいなと思います。はい、今夕方の5時ぐらいです。まあ、ちょっと早いんですけど、今実際に向かってます。向こうでドクターとトレーナーの方に治療してもらってっていう感じです。はい、まあ、僕たちは怪我が最大の敵なんで、まあ、僕の記憶ではもう何年も怪我で練習離脱とかしてないんで、まあ鋼のメンタルで今回も乗り切りたいと思います。まあ、多少のね痛みとか、まあ、怪我なんて、まあ、僕たち、まあ、日常茶飯事なんで、まあ、今回もうまく乗り切りたいと思います。大丈夫でしょう。はいはい、ちょっとね時間があるので、これ多摩川かな、めちゃめちゃ雰囲気、これ見て、この夕日と多摩川のそう、めちゃめちゃ雰囲気いいとこ通ったんで、一回車止めて、今歩いてます。これさ、これ多分バスやろ、やってんの。うわぁ、たまに向こうの立ち日もしっていう。はい、どうもお疲れ様でした。神戸戦ね、逆転で、勝ちました。本当に良かったです。はい、アジスタまで来て、応援してくださった皆さんもどうもありがとうございます。でドクターに腰見てもらったんですけど、まあ、ちょっと炎症は、してるけど、まあ、そんなに緊急事態みたいな感じでは、ないんで、まあ、様子見ながら、まあ、無理せず、まあ、やれるならやるという感じです。はい、まあ、とりあえず、家帰ってもう早く、まあ、お風呂使って寝て、明日また練習あるんで次の試合のために準備したいと思います。はいはい、おはようございます。今は練習クラブハウスに向かってます。まあ今日も、まあ、ちょっと曇ってるけど、まあ、やっていきましょう。今回ここね、コレステロールだけちょっとあれですね、他は問題ないです。問題ないです。はい、どうもお疲れ様です。練習終わりました。1ヶ月前ぐらいかな、血液検査をして、まあ、それの結果が来たので、栄養士の方にフィードバックしてもらってました。はい、こんな感じで、コレステロール値がちょっとだけ高いんで、まあそこぐらいです。他は特段問題はないので、まあお肉をちょっとお魚に変更したり、まあそういったちょっと鉄のふりかけを、使ったりと、まあちょっと工夫すればいいんじゃないのっていうアドバイスをもらいました。はい、まあ引き続きまあ、食生活に気を使いながらやっていきたいなと思います。なんかめっちゃゴミついてる。はいはい、家帰ってきました。はい、ということで今週はこの辺で終わりたいと思います。どうも見ていただいてありがとうございました。この動画が面白いなと思ったらぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。はい、ではまた来週絶対見てください。ありがとうございました。さようなら。危な危な危な、ちょっと待って、大丈夫？